こんにちは、佐々木です。この動画では、郵便局からのゆうパケットプラス配送法についてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。まずですね、こちらの元箱ですね、を使うようになります。縦24センチ、横17センチ、厚さ7センチ以内の重さ2キロですね。専用の、元箱ですね。販売先はですね、郵便局、ローソン、メルカリ、ストアで購入ができます。で、65円ですね。こちらで購入ができます。はい。その次、こちらですね。こちらの端末をですね、使っていただくようになります。これはですね、郵便局に行きますとありますので、もしね、見当たらない場合ですね、郵便局の方に聞いていただければね、いいかと思います。はい。で、これはですね、スマホの画面なんですけど、まあ、このね、バーコードの画面を出していただきまして、これをね、先ほどの端末でスキャンしていただければいいかと思います。はい。そうしますとですね、こういったですね、シールが出てきますので、これをですね、先ほどの専用箱にね、貼っていただければと思います。まあ、こういった感じですね。貼ってください。はい。で、終わりましたら、まあ、こういったふうにですね、郵便局の方に渡していただければね、で、そのまま発送になる完了ですね。はい。まあ、こういったふうにしていただければいいかと思います。はい。で、お値段なんですけど、こちらですね、配送代料金ですね、全国一律なんと375円、税込みですね。で、厚さなんですけど、先ほど、説明したんですけど、7センチ以内です。7センチまでありますので、非常にお得ですね。まあ、ぜひ、ね、利用していただければいいかと思います。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。